ハロー YouTube 速稼塾の久保でございます。天野さんメッセージありがとうございます。今回ですね2つの動画いただきました。1つ目はあの FX の動画ですよね。ちょっと見てみましょうか一緒に。え、見えないかな。天野さんね、これ悪くないんですけども、こういう風にしてみたらどうかなっていうのがあります。それはですね、ちょっとそこからじゃ見えにくいと思いますけども、ここにレコーディットバイモービーゼンってあるじゃないですか。これと天野さんの顔が被っててごちゃごちゃしてて、これね天野さんの顔が隠れてるんですよ。だからこの顔はこっちに行った方がいいんじゃないかなと思いますね。せっかく出してるんだったら、これだったら全然何も見えないんで、書いてない方がいいぐらいのもんですよね。であとは端っこの黒い縁がありますよね、これは切った方がいいですね。チャートの画面だけを出して分かりやすくシンプルにした方がいいと思います。ここら辺ごちゃごちゃしたなんかこのアプリのね操作のこうアイコンですか、アイコンがだらだら並んでるのは、これは切った方がいいですね。オミットした方がいいと思います。では次の動画いきましょう。こちら、こちらですね。ハロー YouTube。 ハロー YouTube っていうのはちょっとこうテンション低いですね。もっと元気よくいきましょう。これではここでね動画を再生するのをやめちゃう人がいると思います。で、あとはねこのコーヒーの紹介はいいと思いますけども、できればねこのコーヒーを実際天野さんが利用して飲んでるところがあると、うわ美味しそうだなってなります。この平面的な画像を平面的な YouTube で出してるだけでは、これを使ってみようかなというふうに思っていただけないんで、そこに天野さんがねコーヒーをねこうしっかりと飲んでいて、あこれね実はただなんですよみたいなことをやった方がいいですよね。美味しいコーヒー実は今ただなんです、その方法をこれから紹介します、実はこのクーポンでですねっていうふうにやると YouTuber らしいと思いますよ。じゃあ以上です。